こんにちは。ゲーム動画でいこうです。えー、静岡記念、本日から始まりました。えー、全日本選抜ではですね、パ、え、ワーポイントで作った、えー、スライドをもとにですね、えー、予想を上げていたんですけど、えー、今回は、えー、私があのゲームブログとは別に持ってます、オビスポー出張所というですね、経、え、緯、ー、予想とか、えー 鉄道に関する、もしくはあの日常のですねえ、旅をしたとか、あのー、ここに行ったとか、えー、こういうイベントに参加したとかいう、えー、っと、ちょっとしたことを挙げている、まあ、ブログをあの15年ぐらいやってまして、えー、そちらの方、まあ d e 予想が中心なんですけど、そちらの方に挙げた、えー、特選予想を、えー、紹介していきたいと思います。 えー、10レースがですね、えー、10レースです。はい、こちらがあの全日本選抜準優勝になりました、えー。村上兄、村上義弘が出てまいります。で、SS 班が桑原大志が出てきますね。はい、この案の通りの並びは4分線になります。はい。 えー、こちらなんですけど、じゃあ、えー、展開的には、えーせえー、村上を連れた野原と、えー、それから若手、まだで、えーっとし、新人みたいな、と、え、つ、ー、とつとりが、えー、先行争いをするんじゃないかなと。唯一ラインの3人の小松崎、ちょっと全日本選抜は初日は良かったんですけど、 2日目以降がすごく中途半端な競争だったんで、まあ、積極的な競争を初日ぐらいはしてほしいなとは思ってるんですけど、あんまり信用がまだできないような状態ですね。小松崎、あの、先手取ればすごくいい選手だと思うんですけどね、そのなかなか。ねえ。というわけで、えー、ここはですね、まあ、そういうわけで、 もう決め打ちをしていて、足を溜めて、もう一発という、えー、和田の幕に、まあ、ひょっとしたらホームかましぐらいあると思います。そちらに期待をしたいと思います。えー、和田の後ろにつけているのが、あの、地元、萩原です。萩原も、近況結構いいんですよ。えー、前場所の SQ シーズン優勝してたんじゃないかなえー、というふうに、 かなり好調です。なので、まあ、地元で気合いも入ってるでしょうし、ここはあの優勝と優勝じゃ、優勝も欲しいなぁというところで、えー、縦の足ある選手なので、和、え、田、ー、との折り返し、それからですね、 小松崎がまくってくる。ただ、あんまり当てにならないんですけどね。そしてですね、えー、続いては、これ面白いのがあの、大月を挙げてみました。大月、前々場所、高松記念はまでは結構良かったんですよね。全日本選抜は、うん、まだっていう感じではあるんですけど、えー、記念レベルになってくると、この縦の足が生きてくるんじゃないかなと。 というわけで、えー、大月を挙げてみました。これ言ゃ結構後輩となると思うんです。えー、そして、えー、最終の 12S 初一特選。えー、地元で、うーんっていう結果で、えー、二日目で帰ってしまいました。浅井コーが出てまいります。あ、ここはなんとか巻き返しに燃えたいところで、前を回ることになりましたね。 で、まあ、展開的には、これ結構、難しくて、徹底先行屋がいないんですよね。山、ライン3人の山中も、まくりが多いですし、まあ、とはいえ、地元を連れてるだけ山中は、あの、積極的にならざるを得ない。と思います。まあ、そこで、あの、浅いですね。 最後は普通に行けば4番手中段取ってそこからまくりを打ちたいとこなんですけど、まあ、古生もいるので、鈴木もいますし、そんなに楽に行かないと。で、初一特戦なので、もしかしたら積極的に叩いていくんじゃないかなと。まあ、山中番手を渡辺も考えたんですけど、えー、ここはですね、えっ、ー、と、展開、 に、山中逃げても、浅井が叩いてもえ、故障から行きたいと思います。えー、三球、それから山中逃げた時の渡辺。だからですね、浅井がい、浅井を押さえてるんですけど、まあ、これはまくりまくりなんですけど、えー、と、 一方で、アサイが行った時は山中ですね。37。ですので、これに、あの、サンゴも加えてもいいと思います。えー、アサイが行って、えー、金子胡椒を僧菜つけて、金戸が抜け出したとこをさらに胡椒が吸収するサンゴ。えー、三二があるんだから、サンゴもあるはずですね。で、一方、アサイがドカーンとタイミングよくかまして、 えー、4コーナーまで持った場合は、あ、そうか。押さえのところで5、五さんと裏で3号押さえてるんだ。はい。えー、まあ、ドカーンと、アサイがかましていった場合は、番手の金子を行きたいと思います。えー、いや、まあ、アサイの残り目。それからですね、 神山の縦の足面白いんじゃないかなと思います。まあ、小翔の頭の時は自力が、あの、自力スピードがある選手が力を発揮するというか、自力選手が止まらないと思って、自力選手を相手主体にしたんですけど、えー、っと、この場合はあ、多分結構上がりがかかるんじゃないかなと思って、神、えー、山が突っ込んでこれるんじゃないか。 まあもちろん、渡辺や白と、そうだってある、あるのかもしれないんですけど、うここ近況の魅力を見ると、神山拓也面白いのかなと思います、まあ。これは鈴木に頼らずに、あの、えー、注目してみてはいかがでしょうか。うん、鈴木もちょっと面白いかもしれないですね。で、えー、っと、ちょっとあげました、えー、金子と、 金子じゃない、小翔との5335、山中との5775も押さえておきたいと思います。はい。えー、っと、今回は楽天ブログ、私の思っている楽天ブログを使いまして予想しておきました。また、あの、いつもの通り、 えー、ツイッター、フェイス、えー、ツイッター、えー、っとですね、ゲームブログの方も、あの、えー、URL あげておきますので、えー、よろしければ見てください。えー、チャンネル登録まだの方はお願いいたします。また、あの、関連動画、関連プレイリストも、あの、あげますので、えー、時間があれば見に来てください。はい。では、えー、静岡記念。 いいレースになることを期待しております。ゲーム動画で以降でした。